はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回は、タレントのお笑い芸人の土田てりゆきさんが、あるラジオ番組でかなり超感情的な発言をしていたということが話題になっていましたので、そちらの方を、ご紹介したいと思います。先日参議院の方にて、安保法案が可決されましたが、まあ、それに関して、安倍首相に対し、てめえがただ歴史に名前を残したいだけ、とかですね、おじいちゃん超えたいだけでしょう、あの人、などといった発言をしたようですね。先日こんな記事が出ていました。こちらはハフィントンポストの記事で、タイトル、土田てりゆきさん、安倍首相バッサリ、てめえがただ歴史に名前を残したいだけ、といった感じで、まあこちらの記事によれば、タレントの土田てりゆきさんがですね、9月20日放送のラジオ番組、土田てりゆき日曜のへそという、番組で19日に安全保障関連法案が可決されたことについて、安倍さんはもうちょっと国民の人たちに説明してからでないと、などと苦言を呈したといった感じで、まあそのラジオ番組内における土田さんの発言のことについて記事になっていました。結構ですね、挑発的な発言をしていたようですね。なので今回はまずこちらの記事をご紹介して、その後に実際にそのラジオ番組内における土田さんの発言の一部をですね、引用という形でご紹介させていただきたいと思います。でその後にまあこういった土田さんの発言に関してはやはりネット上で様々な意見、まあ賛成だったり反対だったり出ていますので、そちらの方もご紹介していきたいと思います。まあ個人的には基本的に安保法案に反対する、反対していた方々というのは有名なタレントさんだったり、まあ議員だったり、普通の学生さんだったり、いろんな人を含めてですね、まあ結構感情的になりがちのような気がしますね。まあ単純に言葉遣いの問題でなくて、思考的にその考え方が感情的思考になっている方が、多いような、まあ気がいたしますね。うん。まあ今回の土田さんの発言も個人的には、そういう印象がね、非常に私個人は受けましたが、まあその辺の感じ方は人それぞれだと思いますので、まあいいとしましょう。ではですね、記事の方、そして、実際の土田さんの発言をお聞きください。ではどうぞ。土田てりゆきさん、安倍首相をバッサリ。てめえがただ歴史に名前を残したいだけ。タレントの土田てりゆきさん43が9月20日放送のラジオ番組土田てりゆき日曜のへそ日本放送で19日に安全保障関連法案が可決されたことについて、安倍さんはもうちょっと国民の人たちに説明してからでないと、などと苦言を呈した。土田さんはこの日、安保法案が賛成多数で可決するは分かっていたことだからと話し始め、参院本会議の様子について超みっともねえなと思いました。パフォーマンスな感じがすごくするかなみたいな、などと感想を述べた。さらに安保法案について、安倍さんは今よりも戦争をしないために変えましょうと言っているわけですよね、と安倍首相の説明を理解した上で、でもやりようによってはこれは戦争できちゃうじゃん、と指摘。自身についてもどっちかというと法案に反対なんですけど、と立場を明かした上で、国民にもデモとか反対している人がいますとして、安倍さんもうちょっと国民の人たちが納得できる、絶対この先戦争は起こりませんってことをちゃんと説明してからじゃないと、と述べ、採決は早急だったとの考えを示した。そして安倍首相についてちょっと焦りすぎですよね、あの焦っている感じがてめえがただ歴史に名前を残したいだけなのかなみたいな、おじいさんを超えたいんでしょうあの人は、多分岸さんも俺憲法をいじったんだぜぐらいに思っているのかな、とバッサリ切った。土田さんは国民みんな戦争しちゃいけないし、したいと思っていないし、死んだばあちゃんとじいちゃんも戦争は悲惨だった大変だったとよく言っていた、と述べ、戦争とか起こらないようにしていかないといけないですし、安保法制ももっと詰めていかないといけないと思います、と語った。いやね、今週もいろいろありましたけど、まあ、一番はやっぱまあ安保でしょうね。安保法案ということで、まあ、賛成多数で可決されたと。まあ賛成多数で可決されるのはもうね、分かってたことだから、なんか、あれですね、その参議院本会議のね、あの映像、
なんか普通に見てて超みっともねえなと思いましたけどね。なんかもうパフォーマンスな感じがすごくするかなみたいな。なんか賛成反対だからね、国民のデモとかがあってね、反対してる人もいますし、僕もまあどっちかといえばまあ反対なんですけど、多分これあのこの安保ってきっとほら戦争しない、今よりもさらに戦争しないためにこう変えましょうみたいなことを安倍さんは言ってるわけですよね。でもなんかこう取りようによっちゃ、いやいやこれ戦争できちゃうじゃんみたいなね、自衛隊とか派遣とか、まあ軍を持ってこうなるってことでしょみたいになってるから、要はまあ国民、まあみんな我々含め戦争はまあしちゃいけないし、しね、したいと思ってないん で、うちもね、死んだばあちゃんとかじいちゃんがよく言ったのは、やっぱまあ戦争経験してて本当に悲惨な目にだったんだよ、大変だったんだよみたいなね話になってて、でそれでね、まあ東京の大空襲も大阪とかもそうだし、なんせね、もう世界で唯一の被爆国でもありますから、戦争は本当ね、絶対しちゃいけないと思っているんですけど、まあだからまあ同じ方向を向いてるような感じなんだけど、みたいな。やっぱ安倍さんもうちょっとこの国民の人たちに納得できるね、絶対にこの先戦争は起こりませんよってことを、ちゃんと説明してからじゃないとね、ちょっと焦ぎすぎですよね。あの焦ってる感じが、なんか、てめえがただ歴史に名前残したいだけなんかな、みたいな。おじいちゃん超えたいんでしょ、あの人。多分。岸さんをなんか俺憲法いじったんだぜぐらいに多分思ってんのかなと思って、まあちょっとね、だもうまあまあそういう戦争とか起こらないようにしていかなきゃいけないですし、まあもっとこれをね詰めていかなきゃいけないと思いますんでね、安保法案というのはね、ただこの安保法案と同じ並びで AKB のじゃんけん大会がね入ってるっていうのもどうかと思うんですけれども。